クソ、今から出勤とか憂鬱だ。会社急に爆発しないかな。しないよな。あ、誰からだ。久しぶり。今度ご飯行かない？くたばれ。月曜日、社畜が最も忌む曜日。そんな月曜日には大抵ろくなことがない。抵抗ペンギン。もうマルチだろってやつから連絡が来た月曜日。この言葉で始まる連絡、マルチしかないだろ。マルチ信者にとっての時効の挨拶みたいなもんだろこれ。手紙書くときの背景〇〇様に当たるのが、久しぶりご飯行こうよなんだろうお前らは。誰かわからない。っていうかそもそもこいつ誰だよ。高校か大学の知り合いだったのはわかるけど誰だよ。トップ画面見てみるか。よくわからない。パーティーの写真だから誰がどれだかもわからん。っていうかトップ画面がパーティーの写真って、なんてマルチ。フェイスブックのマルチの投稿で親の顔より見るやつだ。ああもうツーアウトだ。ん？なんかこいつ見覚えあるな。確か大学の応用経済学2で同じだったような。あれ社会と文化1だったか。でもこいつとはレジュメ貸す時ぐらいしか話さなかったような。思い返せば思い返すほど仲良くないじゃん。一番最初に出てくる思い出がレジュメのやり取りって相当じゃん。まあ一応返信だけはしておくか。ったく、なんで仲良くないやつと久しぶりにご飯食べたくなるんだよ。やるならもっとうまくやれよ。近況を聞いてくる。久しぶりだな。どうかしたのか。ふとペンギンって今何してんのかなって思ってさ。なんでだよ、思うわけねえだろ。今何してるのかなって思うのは少女漫画の中の恋愛かマルチだけだろ。そしたら懐かしくなっちゃって会いたくなったからさ、連絡してみた。くたばれー。くたばれー。純粋にお前がそう思ってんならもうとっくに大親友だよ俺たち。でも現にちゃんと疎遠だっただろ。大学の授業一個も被らなくなった時から、廊下ですれ違っても挨拶も会釈もしなくなっただろ。目が合ってもお互い気づかないふりして明後日の方向を見ながらすれ違う日々だっただろうが。そっから今日まで関わりないんだから、もう疎遠中の疎遠なんだよ。久々にお前の顔見たいしさ。お前が見たいのは俺の顔じゃなくて紹介で得られるマージンだろ。っていうか最近調子どうなん？元気してる？お前のせいで絶賛不快だよ。旅行好き？あーもう雑に返そう。そうすれば向こうが会話切るだろう。なんとかぼちぼちやってるよ、かっこ笑い。完璧だ、この中身のない返信。これならそっか、かっこ笑いか、サムズアップしているスタンプでしか返せないだろう。よし、このまま会話終われ。終われ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 。そういえばペンギンって旅行とか好き？終われよ。なんなんだよその会話の急カーブ。なんで急に旅行の話？どういう文脈でどっから話題取り出してんだよ。お前の会話は4次元ポケットか。なあくそ。好きってほどでもないから時々行くくらい。これでいいか。じゃあ海外旅行とかも最近行ってない感じか。高くてなかなか行けないよな。しまっ、格安で海外旅行できるいい話があるんだけど。クソが。ああクソクソクソ、マルチの話につなげられるコンボを許してしまった。クソだ。ある仕事に参加したことでワイキキの一流ホテルに無料で15泊できてさ。うわ、詳細聞いてないのになんか勝手に話し始めた。調子悪い時の理解よ。もう怖えよ、助けて。あっけや。俺はこの仕事に参加して海外の海を見たら人生観が180度変わったよ。変わったよじゃねえよ。 3.2 だね、演出すな。しかも出たよ、海外行くだけで人生観変わるやつ。簡単にひっくり返るじゃん。お前の人生観オセロかよ。お前が二十数年間で培ってきた人生観もっと大事にしろよ。海見ただけで捨てられたら人生観のやつがかわいそうだろ。謎のブランド自慢。ペンギンはその仕事興味ない？簡単に海外行けて世界変わるぞ。やばいやばい、これはマルチに勧誘される流れだ。ちゃんと断らないと。正直俺は海外旅行より国内旅行の方が好きだからな。かっこ笑い。そっか。よし、これでマルチ商法デッキは封じた。このまま会話を流して。は？これ見て、グッ財布。くたばれ。だから何なんだよその異次元の会話。急に話題飛びすぎなんだよ。マルチ商法につなげようとしてんのが見え見えなんだよ。それ見て、え、どうしたのそれ、俺も欲しいってなるわけないだろバカか。
今のビジネスで稼げたからこれ買えたんだけど、本当にこの話興味ない？俺、お前に幸せになってほしいからこの話してるんだ。チャンスを逃してほしくない。いや、チャンス逃したくないのはお前だろ。俺を勧誘して金が得られるチャンスだもんな、今。仕事が大丈夫か聞いてくる。ブランド品とかもあんまり興味ないからな、かっこ笑い。じゃあ今の職場に不満とかないの？それはあるけども、それはめちゃくちゃあるけども、でも世の中にはな、ブラック企業で働くより恐ろしく愚かで危ない稼ぎ方があるんだよ。お前がやってるのは多分それだよ。ペンギンもさ、もっといろんなことに興味持って新しい道を見つけようとしないとダメだよ。今変わらないとずっと変わらないよ。来た！いやもううるせえ。人は誰しも変化を望んでると思うなよバーカ。これから先の人生を今のまま過ごして有意義になると思う？うるせえ！禁止カードばっか使ってくるなよ。ブラック企業勤めのやつに将来の話とか人生の意味問うのとかは禁止されてんだよ。クソ、こいつに負けたくない。必ずこのレスマに勝ってやる。どうしてこうなった？ペンギンもう着いた？俺ももうすぐ着くから。あのまま会話続けてたらなぜか会うことに。いや、これはチャンスだ。面と向かってマルチはやらないと言ってやる。よっ、お待たせペンギン、久しぶり。現れたな。俺は絶対にお前のマルチの誘いには負けな。ごめんな、 LINE でいろいろ言っちゃって。え？ペンギンがブラック企業に勤めてるって噂で聞いたからさ、心配だったんだ。俺も新卒で入った会社がブラックでさ。え？今はもう旅行代理店に転職してだいぶマシになったんだけどな。ブラック企業にいると正常な判断力失って転職とか考えられなくなるだろう。お前もそうなってるんじゃないかって心配で。旅行代理店？え？じゃあ格安で海外旅行できるいい話って？ああ、うちの旅行代理店に転職すればって話しようと思って。グッチの財布の写真は？海外の免税店で安く買えるからうちの職場いいよって話したかったんだ。いや、 LINE のトップ画面は？ん？あれはもうこの前行った妹の結婚式の写真だけど。え、本当にマジで俺の心配してくれてただけ？なんかごめん。え、なんで？いや、ほんとごめん。俺最低だ、最低なやつだ、鬱だ、もうワカメか何かになりたい。なんで急に落ち込む？一週間は始まったばかり。まだ月曜日。頑張れ、俺。頑張れ、みんな。次の怖い話はパンダさんの番ですよ。これは実際に私が体験したお話です。先日会社の経費を横領しようと深夜2時に忍び込んだところ、なんと人影があり。待って、怖いポイント別に出てきてない？次回心霊スポットで社畜の素質ありすぎるやつ。そしてその人影は深夜に赤ちゃんプレイに勤しむ上司だったのです。ろくなやついないなこの会社。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。